そうそう、なんかすごい昔のことみたいに感じるけど、大して時間経ってないんだよな。バーブリーさんとか名前間違えて覚えてたりさあの時のシンコはバカだったそしてもうよくわからんキャラだったしね。わ、懐かしいな初対面で俺と付き合ってください。わあ、インパクトすごかったな。でもさ、あの時の俺の見る目は間違ってなかったぞ。こうして恋人同士になったんだからお前それ別ルートでも絶対言えよゆずき以外のこと恋人になった時でもその言葉言えんのか。果たして言ったらくずい男だなって突っ込むけど、駒形の肩を抱き寄せ唇を近づける朝から飛ばすね君たちは君、昨日の夜もう外でやるのは控えようかっつってなかったっけ。なんでいきなりセックスの前傾し始めた。さっきまで笑っていた彼女も瞬時に恋する瞳へと変わり、俺を受け入れる。犬の前で何やってんだお前ら泣き声あげたら迷惑かなとか考え始めるだろうが、ポコが。あ、泣き声を上げ始めた空気読めそこれと、お前の相手も後でしてやるって。え、まさかの 3P 彼女と犬の 3P って熱いな熱いのかどうかもわからんけど、そもそもポコはオスメスどっち。ポコも君が大好きなんだよ。おい、そんな余裕そうな表情してていいのか。寝取られるぞいい加減ポコに何その40代ヘビースモーカーの呼吸音みたいなしゃがんで飼い犬の首の周りをわしわしと書いてやる。ポコは遊んでほしそうにその場で立ったり座ったりを繰り返している。いや、かわいいね。もうここら辺感情表現を表に出してくれるから犬は好きだわ本当に。ちょっとリードを貸して、こいつとちょっくらひどっ走りしてくるから。あー、羨ましい犬に散歩付き合ってもらうなんてなんて羨ましいんだ。それじゃあさ、時間もあるし一緒に行こうよ。てめえが返事すんじゃねえよお前そうだな、ポコもそう言ってるし。いや、イエスかどうかわかんねえだろうがなんでイエスだと思って動くんだよお前ら。ノーって言ってんのかもしんねえだろ。じゃあ行こう。そして俺たちと一匹は早朝から楽しいひとときを過ごすのだった。なんか新婚さん主人公夫婦の未来が少し見えた気がするね。なんかこの二人が結婚したら将来的には犬に囲まれた生活を送りそうだもん。おはようみんな、元気。お前その笑顔でずっといたんか朝からもうカット入ってから表情変わらなすぎてびっくりしたわいきなり教室に瞬間移動したんかと。あ、ネオト投稿のお二人さんだ。おはよう、今日もラブいね。ちょっと女子生徒 A も頑張ってお菓子得意な彼氏と仲良くしないと。なんか最近人のことを持ち上げてばっかで自分の恋愛おろそかなんじゃない。そっかなあの笑顔ももう縦脇のものなのか。俺人妻属性に目覚めちゃうかも。諦めねえなこいつ帰ろっていい加減。なんかもうちょっとさ手頃なところ行けよ手頃って言ったら失礼かもしんないけどさ。おいおい、気が早すぎだって。いや、そんなこともないよ。割と秒読みだよ。もう速攻でこいつら高校卒業したら同棲し始めんぞ。いいこと思いついた。教室の入り口に石書を作って幸せ税を取ることにしよう。お前どこの総理やねそんないちいちよくわからん風邪すんな。たく、バカ言ってんじゃねえよ。ま、縦脇なら普通に払いそうだけどな。それで怒り来るんでしょ、風邪してきたやつがそれ理不尽だよな。一回10円くらいなら喜んで、だがお札がいるレベルなら断固として断る。わ、このノーと言える日本人感を大事にしたいねてか一回10円くらいの課税とか羨ましすぎるなこの世界観。決意が固いのか固くないのかよくわからないでござるな。教室に入るや否や俺たちはクラスメイトたちに囲まれる。ここ数日こんなテンションだけど悪い気はしない。だいぶ主人公自身も周りも定着してきたというか慣れてきた感じがするねこの関係性。というより幸せハッピーバンバンザイな気分だ。立脇くんはいるか。あ、めっちゃ久々の登場やんお前そういえばいたなこんなメガネのやつなんでセーラを差し置いてお前が勝手にシャシャリ出てきた。突如ドアが開き5秒が現れた。うちのクラスに来るなんてかなり珍しいな。もう友達いねえんじゃないかこいつ話し相手いねえから友達が多そうなこのクラスにやってきたみたいな。みんな同感なのかその場で固まって不思議そうな顔しちゃってるし、何か用か。話があるから放課後に月下の生徒会室に来てくれ。あっと、なんか事件の香りがするぞ。なんかねこの前の夜の会話で若干雲行き怪しかったもんね。チャンネル登録最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったら高評価、コメント、チャンネル登録お願いいたします。それではまた次回の動画で。バイバーイ。